どうも、ひよりんごです。今日の動画はじゃん、こちら本日発売日のスイート1月号を買ってきました。お値段が980円でした。ということで本日の付録がじゃん、私の大好きバニティポーチでした。ムーミンショップハワイ、ハワイ限定ムーミンアロハナ3点セットということで買ってきちゃいました。ということで早速開けていきたいと思います。皆さん本日もお疲れ様でした。今日はどんな一日だったでしょうか。今日めちゃくちゃ寒くなかったですか。もうダウンでいいね。もうダウンでいいレベル。雨がしとしと降ってくるとさ、多分気温は変わらないんであろうけれども心が寒くなりますよね。そんな私は今日歯医者さんに行ってきました。今日はね、痛くなかったということで早速開けていきたいと思います。3、2、1、じゃーん。お、一つずつ紹介するね。ダンダダーン、ムーミンのティッシュケースですね、これは。あ、違うわ、ミニポーチミニポーチでした。ムーミンのミニポーチがついてます。中がこんな感じで、なんかちょっと撥水みたいな生地になってます。で、裏は何も書いてない。ムーミンのここにさ、ハワイって書いてある。すごいね。そして2つ目、じゃん、こちら。これさ、めっちゃ可愛くないですか。可愛い、リトルミーの鏡がついてるんですよ。可愛い、これめっちゃ可愛い。なんかさ、カバンからさ、こうやってさ、ちょっとさって出してさ、こうやって見てたらさ、ちょっと話題作りじゃない？なんかわざと出しちゃおっかなみたいなこれめっちゃ可愛いと思います。リトルミーの鏡がついてました。そして最後がじゃん、こちら、ムーミンのバニティポーチです。これもね、いいサイズなんですよ。ちょっと化粧水とか入るのかな。ちょっと持ってきます。あパジャマなのバレました今ね、こちらのバニティポーチを私は使ってる。スヌーピーのものね。このバニティポーチと比べたら見て、少しちっちゃいんですよ。小さいのだから化粧水とかが入るかが問題なんですよね。これレシピストの私が使ってる化粧水なんだけど、あ、縦には入んないかもしれない。これもレシピストね。縦には入らない。通常の化粧水の大きさだと思うんですよ、レシピストは。なんですけど縦には入らなかった。いいなと思ったのが、これちょっとちっちゃいバニティなので、旅行とかに化粧品も全部この中に入れて、シャンプーとかもこの中に入れて持っていくのがいいかなと思いました。こういう大きさで旅行に持ってっちゃう人っているのかな、ちょっとわかんないんですけど、私はね、ちっちゃいやつ、ちょっとこれアロマなんだけど、ちっちゃいやつに入れ替えて持っていくので、そういうのを全部この中に入れたらサイズ的にはちょうどいいんじゃないかなと思います。でね、ちゃんとね、ポケットも一つついてるんだよ。柄はね、めちゃくちゃ可愛くて、ダブルジップになってて両方から開けられる感じです。すごいしっかり作られてるし、柄もめちゃくちゃ可愛いので、いかがでしょうか。見て、しかもここも可愛いんだよね。なんか持ち手で、持ち運びのバニティって思ったらいいのかなってちょっと思いました。ちょっとさ、これを持ち運ぶ気にはなんないんだよね、大きすぎて。なんで家で置いてあるようになってるので、こっちはね、持ち運び用のバニティにしようかなと思います。ということで、じゃーん、飲みかけのペットボトルで大きさ検証していこうのコーナーでございます。よし、横に並べるよ。ほらね、ちっちゃいんだよ、思ったより。だからでっかかったらでっかかったで私文句言いそうなんだよね。だからちょうどいいサイズなのかなって思います。こっちもね、大きさ検証するね。じゃん、こんな感じです。私的にはね、大満足の付録でございます。このリトルミーのね、鏡も可愛いし、大満足です。気になった方は本日発売なので店頭でチェックしてみてください。ということで、次回号の付録紹介をしていきたいと思います。次回号の付録がね、見て、じゃん、こちら、メゾンドフルールのキルティング財布&花柄ポーチがついてるんだって。次回号さ、財布の付録めっちゃ多くないですか。でもこれも可愛いからゲットしちゃうんだろうなって
って思います。かわいい。こちらもねゲットして皆さんにレビューを届けたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。お風呂ね、さっき入っちゃったんですよ。早いでしょ。のぶくんの水替えしなくちゃいけない。